このポケモンの名前はドククラゲ、英語ではチャンチャクオーと呼ばれております。触手を意味するチャンチャクオー、そして残酷を意味するクルオー、2つの単語を組み合わせてチャンチャクオーという名前になっているんです。本日はこのようにポケモンの英語の名前とその由来を皆さんに紹介していきたいと思います。はい、では早速やっていきましょう。本日最初に見ていきますポケモンはこちらのコイル。英語の名前はマグネマイトです。磁鉄鋼を意味するマグネタイト、そして小さいを意味するマイト、組み合わせてマグネマイトです。コイルが進化するとこちらのレアコイルになります。レアコイルは英語でマグネトン、磁力を測る単位であるボールマグネトンという言葉から名前が来ております。このポケモンは英語で何て呼ばれているのか皆さん非常に気になっているのではないでしょうか。こちらのポケモンの名前はカモネギです。英語の名前はファーフェッチドです。信じがたい出来事を意味するファーフェッチドから名前が来ております。いや、初っ端からトリッキーな名前が3つ続いてしまいましたね。その点ね、こちらのドードーの英語の名前は非常にシンプルなので、ちょっと安心しております。その英語の名前がドードゥオー、飛べない鳥ドードー、そして二人組を意味するデュオー、組み合わせてドードゥオーです。そのドードーが進化するとこちらのドードリオになります。英語の名前はドドリオ、まあ、日本語とほぼ同じです。発音が違うだけですね。まあ、さっきと同じように飛べない鳥のドードー、そして3人組を意味するトリオ、まあ、トリオですよね。よくトリオ芸人とか言いますよね。この2つの言葉を組み合わせてドドリオです。はい、非常に影が薄いこちらのポケモンの名前はパウアウです。英語の名前はシオ、アザラシを意味するシオという単語の綴りをちょっと変えただけです。はい、英語のポケモンの名前でどれが一番つまんないって聞かれた時によくナンバーワンとして名前が挙がるのがこちらのシオです。そんなパウワウが進化するとこちらのジュゴンになります。僕は子供の頃パウワウとジュゴンの差がほとんどないんじゃないかと思っていつも首をかしげておりました。英語の名前もジュゴン、発音はリュウゴンです。朝露を意味するリュウ、そしてジュゴンを意味するリュウゴン、合体させてリュウゴンです。図鑑ナンバー88、これはめでたいですね。そんなめでたいポケモンといえばこちらのベトベターです。はい、ベトベターの名前は英語でグライマーです。汚物または汚いものを意味するグライムから名前が来ております。なんとめでたくない。はい、大木戸博士に抱きついている姿が非常に印象的ですよね。こちらのポケモンの名前がベトベトン、英語の名前はマックです。汚いものを意味するマックから名前が来ております。本日最後に見ていきますポケモンはこちらのシェルダーくんです。シェルダーくんは英語でもシェルダー、発音はシェルダーです。貝殻を意味するシェル、そして保護するところを意味するシェルター、組み合わせてシェルダーです。本日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。面白いと思ったらチャンネル登録、高評価など、忘れずにお願いいたします。ということで、また来週お会いしましょう。じゃんけんぽん、うふふのふ、グッドバイ。